押し倒すとこう色が変わって音が鳴るんですね。こう色が変わって音が鳴って、で他のものの色を変えていくんですね。ホログラムの作品で、男の人や女の人やカエルやウサギが浮いて踊ってるような作品で、多分見たことないような空間の中を歩いていく、そういう作品です。徳島城公園 あの白山のあたりは原生林が街の中にあるって本当に珍しくて、生命力ある木々たちなんですね。そこを光らせて、で木に近づくと木の色の光が変わって、他の木々の色をどんどん変えていくっていう作品です。クリスタル花火はですね、立体のディスプレイのようなもの で皆さん あの自分の、ね、スマートフォンで花火を選んで投げ込むと、目の前にね巨大な花火が打ち上がるというものなので、県外やね世界中の人から来て楽しんでもらって、で徳島の街の良さみたいなものをね感じてもらえたらいいなと思ってます。